もし皆さんが最低でもプレイするのに9万円のゲームがあると言われたら気になりますか？こんにちは、それはないようです。先ほどねゲームの話をしたいんですが、その前にチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。では行ってみましょう。先ほど言ったように最低でもプレイするのが9万円かかるゲームというのがこの世の中には存在します。そのゲームの名がガラージュというゲームです。このガラージュというゲーム、1999年に発売された PC 用ゲームソフトでありますが、発売元が当時撤退したため約初版3000部のみで販売が中止となり、プレミアムになったソフトでございます。また作者個人が作ったカーバンというものもあり、それは非常にレアでありまして、3000部よりもねもっと少ないため、まあ中古市場でも本当にないと言われているゲームなんですね。なぜこのゲームがそんなに人気なのかというと、その独特な世界観です。まあスチームパンクメーター世界観、奇怪な登場人物、非常にカオスが織り交ざっている、とんでもワールド、もう奇妙奇跡列バイバイバイって感じですねそして、三大歪みゲーと言われている世界観であるぐらい非常に奇妙なゲームでございますが、やっぱコアなファンというのが多くいるというのも現実です。私も非常にね気になっていたゲームの一つでもあります。しかし最近最低でも9万円すると言った貴重なねガラージュなんですけども、ある方法でプレイできるようになりました。それは iOS 版としてリマスターが発売されることになったのです。ふぅ、 Android 版ももうすぐ発売、もう多分発売してるかもしれないけど、発売するということで、気になっていたこのゲームをこれから早速やっていこうかと思います。その前に本当にね9万円とか10万円ぐらいするのかという話なんですけど、ヤフオクで見たところ、まあ、通常版が9万円、そして作者が、まあ、手作りした、まあ、鹿版というんですかね、いうものは20万とか25万円というね感じでございます。ということで、そんな非常にレアなゲームガラージュがスマホにやってできたということで、一体どんなゲームなんでしょうか。冒頭の10分程度なんですが、ぜひ見てってください。ではどうぞ。ということでガラージュやっていきましょう。ニューゲームからです。これがガラージュです。そこに座ってください。はい、それで結構です。最初は強いめまいを感じるかもしれませんが、我慢してください。ええ、お名前は？ヤンさんでしたね。ではヤンさん、用意をよろしいですか？何か不安でも？大丈夫ですよ。ガラージュを信じてください。きっとあなたの望むものが選べられます。運動靴、おお、すごいすごいすごい。
。メニュー見てみましょう。設定、成果、会話履歴、成果。ほー、こんな感じに、いろいろ場所に行くことと、あとは、行動。いろんな人がいるとか、道具。ほう。水性機械。あら。メニュー設定で、とりあえず操作マニュアル見てみましょう。左上、状態、現在の手がかりや体の調子、改造具合、進行状況などを見る。左の真ん中、道具、処置アイテム一覧。じゃあ地図、現在位置の表示、一度訪れた場所や釣り場、便道の位置も記録する。拡大縮小可能。下がスタンプ数。右上、メーター、時間の経過を示す。純濃度、あなたでいられるための力。完全に失うと解体する。純濃度などで回復できる。燃料、あなたが行動するための燃料。なくなれば解体する。白レンガ屋などで、瓦屋かななどで回復できる。ログ、重要な会話を記録するゲームメニュー。ほー、なるほど。では見ていきましょうか。あ、これが私か。これが私なのか。鍵に会えなければ全て終わりだ。私は一生自分の過去の中で生きていかなくてはならない。エゴやばくない。この部屋で目覚めた者へ目が覚めたかね。君は汚水の中を漂っていた。たまたま私が出発しようとした時に君が私の家の前に流れ着いて、ついたのだ。純濃度が随分と減っていたので回復を試みたんだが意識がなく受け付けなかった。これを読んだら初めという機会を訪ねてるといい。訪ねるといい。この家をの右隣にいる機械だ。純濃度のことを教えてくれると思う。そこへ行けば純濃度の回復ができる。そしてできることならこのいかがわしい世界から脱出しなさい。この世界は正しい世界ではない。君の影を探し出すことだ。すべてはそこから始まるだろう。シェン。書き忘れたが、部屋にある便道は自由に使ってくれて構わない。この世界ではまず、便道をウィンチに設置して、カニを捕まえないことにはどうにもならないからね。え？シェンの手紙を手に入れたよ。パンパパン。プシキに頼めば私の影も見つかるかもしれない。シェンのメモ1を手に入れた。水門を開けることは許されないのか。シェンのメモ3を手に入れた。これいいか。ラオに奴の居場所を聞きに行くこと。シェンのメモ4を手に入れた。隣の部屋に行こうということで、ブルカニラ様、これの修理をお願いします。壊れたオルゴールとシェンのメモ2を手に入れた。2、それなんかーい。ああ、白瓦屋スタンプ450で入ったよ。記録をつけておきます。もちろん。純濃度不足のため記録はできない。見んなこれ。便道書。細長いな。釣り竿。下。携帯用紙、なんて読むんだろう。白レンガって言っとこうかな、とりあえず。おお、どれを押せばいいんだ。いやー、これも謎解きじゃ。あ、はい、ありがとうございます。あ、家に戻っちゃった。上のどこに行くんだい。お、行き止まりかい。それなら下に行こうか。
外周入り口、順応を上げないといけないので隣に行きます。あ、違う、次回は順応堂。義務の、あんた驚きしてるね、直していくかい。もちろんさ、シロリングストップは持っているね。木馬なら50枚、順応機なら20枚だ。説明、何が知りたいんだ。まず木馬って何。順応度回復装置だ。回転し治療装置というのが正式名称だが、みんな木馬と言っている。木馬というのが何を意味するのかわからないが、いつの間にかそう呼ばれるようになっていたんだ。音楽と機械的な振動によって順応度を回復するんだ。順応器、順応度回復装置だ。順応液という特殊な液体によって順応度を回復するんだ。え、順応度って何ね。あんたの体に赤色と青色の棒状のゲージがついてるだろ。赤色のが順応度計だ。黄色ですけどね。順応度っていうのはあんたがどれぐらいあんたらしいかってことを表しているんだ。例えば俺だったらギムノンという名のもとにいろんな部品がより集まってできている。順応度が減るっていうことは、義務のんが義務のんじゃないものになっていくということなんだ。接着剤としての義務のんが弱くなる。そうすると部品同士をつなげていた理由が失われてしまう。そして最終的には解体してしまうんだよ。音抜けとは、順応度が減るとまず喋ることができなくなるんだ。その状態を音抜けって呼んでいる。そうなる前にここに来たら順応液なんかで回復することだね。そして音抜けの後にやってくるのが腕抜けだ。腕抜けになると腕という腕が言うことを聞かなくなって細かい作業ができなくなってしまうぞ。記録もつけられなくなるからすぐに回復した方がいい。いや、やれ。とりあえずこれなんて言うんだ。あんたの体に赤色と青色の棒状の毛がついているだろう。青色のが燃料系だ。白レンガだ。メス機械だ。か、メス機械から給油する俺たちオス機械は白レンガを生成することはできないからね。メス機械はカニやカエルを食ってそれを白レンガに変えることができるんだ。俺たちの腹はエアタンクだけど、メスの腹は白レンガ製造機なんだ。白レンガ屋に行けば給油ができるぞ。何、オスレンガってない、オス機械って何やねん。あ、失礼。俺たちオス機械の特徴は出力が大きいということだ。原動機も大きいし、釣りや移動能力にも優れている。頭は燃料タンク、腹は圧縮空気のエアタンクになっている。圧縮空気は原動機に連動するコンプレッサーで作られる台車と出力実具を除く体の家具はその圧縮空気で駆動されている。だけど自分はそのレンガを作り出すことができないために移動範囲は限られている。ほう。スタンプは450枚、木馬をぶち込んどこ。今来た、それじゃ今来た軌道を向かった向かい側に回転式治療装置って書いてある機械があるから乗ってくれ。タン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 。なんとも言えない世界か。あ、ぐんぐん伸びてる。あ、なるほどね、赤色だね。チャプター1、プシケ。ずっと何言ってるかわかんない。わかんないわけじゃないんだけど、とりあえずアドベンチャーゲームのようだね。何すればいいかわかんないんだけど、なんかね、カニ食べに行こうとか言ってなかった。おー、わかりやすい、ありがとうございます。
オッケーオッケー、分かった。こっち行ってみよう。いや、こんにちは。すごい顔。殺しは？はじめ。プシケ？知ってるよ。あの人変わっているよ。わしらのようにごちゃごちゃしてないんだ。こふにゃふにゃしている。まるで煙のようだ。昔はそのような奴もいたんだが、最近は少しもお目にかからないな。プシケはね、ヤンと仲がいいんだ。ヤンはね、ロジロレンガ屋の主だ。え、俺ヤンじゃないの？ロジロレンガ屋2号店のリーだった。もっと何か知ってるかもしれないよ。なんといっても2号店だからね。2号店と？とりあえずいろいろ探索してみよう。おっと、知らない場所に来ちゃった。画集。シロリンガイヤ給油するかい？もちろんさ。給油は必ず満タン分のスタンプを払ってもらえる。どんなに材料があっても同じ、そういう決まりだ。君は頭のタンクの容量が10号だから、1回の給油スタンプ、給油スタンプ10枚だね。それでいいかな。しゃあない。じゃあ奥に入って好きな味噌を選んでくれ。これは大丈夫なやつなのか？レイコ、初めて？じゃあ私のお腹の扉を開けて。そう、次に私のお腹の中にあなたの出力軸を入れて攪拌してくれる？あ、まずい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 。あありがとう。おお、え、これ大丈夫だって今。あれ、すーごい。じゃあ実質に戻って終わりにしようかな。はい、ということで、ガラージュでした。もし、この続きが気になるとか、もうちょっと見てみたいという方がいましたら、高評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、それは内容でした。